長野です。今日は TB 便が届いたのでこういう風にストックします。 TB 便というのはチームボルネオの頭文字を取って TB 便と呼ばれています。ボルネオ島を中心にハンティングされている騎士さん採取の植物のことです。騎士さんはブセファランドラ騎士で有名ですね。現地の環境保護にも取り組まれている超人ですね。パルダリウムで使いやすい植物を取ってきてくれる方だなと勝手に思っています。例えば苔とかクライマーとか小さい植物とかですね。もちろん花形の植物も良いものを取ってこられます。 TB 便の買い方なんですけど、ウェブサイトでたまにリリースがあるので欲しい植物をですね、指定通りに書いてメールをします。その後振り込みという手続きになります。概要欄にリンクがあるので参照してください。イベントでももちろん売ってらっしゃる時があります。わざわざハンターから買う必要がありますかということなんですが、ハンターから買うメリットとしては世界初のですね、植物が手に入ることがあります。あと出所が明確なのもメリットですね。この人がここで撮ってきた。あと現地写真などをレポートされている場合、どういうところに生えていたかというのも分かります。タグがつくのもメリットですね。あとやっぱりハンターのこの活動を直接支えることができるっていうのも相当なメリットだと思います。デメリットとしてはもうこれだけなんですけど、頻繁に売ってるものではないということですね。入手が難しい。あとは購入方法が簡単ではない場合が多いですね。イベントでしか買えないとかで、ハンターではない人からたらどうかということなんですが、メリットはですね、ワイルド株といってオリジナルの取ってきた株を増やしたものを売っている場合がほとんどなんですね。なので特定の環境で育つし増やせるということが分かっているということになります。あと増やしたものなのでワイルド株より安い場合が多いです。あと売ってる人も多いですね。買うのも簡単な場合が多いです。デメリットとしてはハンターから直接買うよりは元の情報がわからない場合が多いです。あとはタグがつかない場合が多いですね。まとめますと、ハンターから買えるならそれが一番だと思います。ただ非ハンターから買うとメリットもいろいろあります。今回届いた植物を開封してストックしていきます。今回サウバゲジアを初めて買ったんですけど、ミストラバーズには載っていませんでした。で今回 TB さんが行かれたのは滝のあるところなんですね。シンタンの秘境みたいなところですね。なのでこれは水が好きな植物じゃないかなと思ったんですね。でいろいろ調べたところ、やっぱり水が好きな感じの植物のようでした。調べると水辺で壁に着生して生えている植物だっていうことが分かったので、今回エピエブとハイグロロンで壁を作ってストックします。
お、なんだこれ。こういうふうに他の植物が紛れ込んでいることもあります。これもハンターから買うときの面白いことの一つですね。ハンターから買うといろいろメリットがあって楽しめますので、よかったら買ってみてください。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。